にちは、ジャムズウクレレです、今日ご紹介しますのはですね、四弦社さんのウクレレでございます。はい、福岡のハンドメイドで作ってる四弦社さんですね。はい、ご紹介していきます。はい、このロゴ皆さん見たことはございますでしょうか。四弦社さんの Y でございます。はい、キラキラ光ってますね、シンプルに。こちらのモデルはですね、ソプラノロングネックサイズの、アカシア単板、はい、アカシア単板でございますね。シリアルナンバーが、22333でございます。もう木目が綺麗なんですよ。こちらアカシアはですね、非常にあの一本一本あの独特な、綺麗な木目がよく出ると言われている木材でございますけれども、このアカシアコアですね、四弦社さんに聞くとですね、今までアカシアひょっとしたら作ってことないかもしれないとおっしゃってました。少なくともあのジャムズにはあの持ってきたことないので、あのかなり珍しいのではないでしょうか。こちらの木材ですね、はい、綺麗でございますね。この見てください、このあのトップのこの縦に入ったスーッと白く入ったライン、はい、綺麗でございます。そして、バッグもですね、見てください、綺麗。もうこんな綺麗な木目あるんでしょうか。ここにあります、はい、綺麗でございます。あのですね、あと私見つけてしまったんですけれども、あのここにですね、これ木目なんですけど、ここにちょっとほくろみたいなの入ってるの分かります？これ可愛くないですか？ちょっと人間の顔みたいに見えてきますよね。あとですね、このネックのこの後ろのところ、あ、ここも、これも木目なんですけど、これもほくろっぽい。可愛くないですか？ほくろではないです。はい。そしてじゃあちょっとヘッドの方からご紹介していきますけれども、はい、まずペグですね。ペグはこれ五等ペグ使っております。日本製のペグですね。色がゴールドですね。あの上品なゴールドでございます。そしてつまみのところがですね、ホワイトなんですけども、ちょっとあの真っ白っていう感じではなく、ちょっと上品な白という感じでございます。はい、いいですね。このアカシアのこの雰囲気とやっぱ合ってますよね。このペグっていうのも結構あのいろんな色がある中でこのホワイト、はい、ついてます。そして、ちょっと、ネックの方に下がってきましたら、はい、ここにフレット入ってるの見えますでしょうか。これゼロフレットと言います。四弦社さんを皆さん、選ぶ大きな特徴の一つ、このゼロフレットなんですけれども、ここにフレットが入ってることによってですね、1フレット目から、まあ、3フレット目あたり、まあ、特にちょっとあの抑えるのに力がいると言われているこのあたり、非常に抑えやすくなるんですよ。弦高があのかなり、低くなって皆さんこう弾きやすいとおっしゃる方が多いです。このゼロフレットもですね、なかなかどこのメーカーさんもできるわけではなくて、かなりこう、細かい調節がいるところですので、はい、四弦社さん非常にこだわってここ作られております。そしてですね、この、指板のところ、あとはこのブリッジのところですね、ここ黒炭という木材でできております。黒炭はですね、非常に硬い木材でして、かなり滑りがいいです。ソロなんか弾くとき、この滑りがいいとですね、やっぱり弾きやすいんですよ。はい、ぜひ。はい、そしてナットと、このサドルのところもですね、ここもですね、牛骨を使ってるんですよね。これがですね、他のウクレレもですね、牛骨使ってるところであったり、ちょっとプラスチックっぽい素材を使ってるところとかもあるんですけども、結構真っ白なところが多いんですけど、四弦社さんこれ自然な白でございます。牛骨を使ってますのでですね、はい、ありのままの色という感じですね。美しいでございます。あとはこのロゼッタも、キラリと入っておりますね。可愛いでございます。はい、あとちょっと最初に説明するの忘れましたけれども、ソプラノロングというサイズ感、このサイズ感はですね、ジャムズウクレレの一押しのサイズ感なんですけれども、ネックが、コンサートサイズと一緒です。ちょっとフレット数がソプラノより多いですね。でボディはですね、ソプラノサイズなんですよ。特に四弦社さんの場合はこの上のところっていうんですかね、ひょうたんの上のところがちょっとキュッとなってます。はい、この可愛らしい、なんとも言えないこのフォルム、可愛いです。ソプラノのボディと、
コンサートのネックということでですね、可愛らしさと、このフレット数が多いことによってソロなんかもちょっと弾きやすくなりますので、弾きやすさというのが、両方いいとこ取りをしているサイズ感でございます。はい、これぜひ皆さんも本当にお店に来ていただけるなら、ちょっとそっとですね、ちょっと触っていただきたい、サイズ感を感じていただきたいポイントでございます。はい、ここまでちょっとこのアカシアコアドウクレで魅力いろいろペラペラ喋りましたけれども、これからはですね、もう一度ちょっと、このアカシアのサウンド、どんなサウンドがなるのか、ぜひ皆さんご覧くださいませ。弾いていただきました。いい音でしたね、本当に。アカシアコアという木材使っておりますので、比較的明るくて、音の響きが非常にいいですね。これ先生のコメントなんですけれども、やっぱり深みがある、奥行きのある芳醇な音です。4弦者が作っているウクレレでございます。以前からジャムズにはいろんなモデルを作っていただいてるんですけれども、福岡のハンドメイドで作っているウクレレです。やはりすごく人気ででしてね、お店はもちろん通販でも結構声かけていただくこと多いので、ぜひこちらも限定1本のモデルでございます。おすすめのジャムズのウクレレ紹介でした。